皆さんこんにちは、ミストオスボ2021の星野美咲です。簡単に自己紹介をさせていただきます。生年月日は1996年10月1日生まれの今年で24歳になります。趣味は、公営ギャンブル、ボートだったり競輪が大好きで、今はちょっとコロナで行けないんですけども、コロナになる前はいろんなところ地方のレース場とか行って、その度に負けて帰ってくるという破天荒な生活をしていました。はい。そして、ここだけは、他の人に負けないというところはですね、やっぱりそのボートだったり競輪が好きな気持ち、まだ競輪はちょっと修行中でまだ分析中なんですけども、あのボートは本当に誰よりも好きな気持ちは負けないと思います。なので、これからたくさんボートのお仕事をしていきたいなというふうに思います。そして休日の過ごし方はなんか基本的に今コロナなので、もう引きこもって家、あの実家がボートレースの専門チャンネル入ってるので、あのお母さんもボート好きなのでお母さんと一緒にボート見ながらああだこうだ行ったりしながら、あとはそうですね、最近大きい買い物でパソコンを買ったので、パソコンのでいろいろ調べたりとか、その公営競技の研究をしたりとかしています。はい。理想的なデートのシチュエーションか、どうだろうな。でも私はそのあれですね、あの例えば北海道とか行って、じゃあどこ行きたい、北海道でどこ行きたいって言っても、あの万栄競馬に多分行きたいって言うんですよ。なので万栄競馬に行きたいです。その土地土地に行って、その許してくれれば公園競技の公営競技場、競馬場、競輪場、ボート場、そしてオート場に行きたいなっていうふうに思います。じゃあ今後の目標はですね、やっぱり、今年のミストオスボ2021をやらせていただいているので、たくさん公営競技をですね愛しまして、うちのうちはボートだったり競輪のお仕事でですねご飯を食べていけるように頑張りたいと思います。そして撮影会の方も本当にカメラを撮っていただくことは大好きなので、あの撮影会もですね絶対に多分やめないとは思うので、はい、あの撮影会もですね継続的にやっていきたいと思います。そして、告知はですね、基本的には星野の SNS を見ていただきたいんですけども、4月もですね多分競輪のお仕事があると思います。そして東京リリーさんの方でですね、なんと、小撮と団体撮影会もやらせていただきます。一応4月18日にやらせていただく予定で、衣装の方が、水着の方は、ミス東スポの表彰式の水着で、白水着に、タスキ、ミストスポのタスキ、そしてティアラをつけてトロフィーも持って完璧に表彰式再現していきたいなと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして、本当にいつも応援してくださる皆さん、本当に本当にありがとうございます。自分はですね、まあ、グラビアは本業ではないんですけども、大好きなことを仕事にどんどんできるように頑張りたいと思いますので、これからもですね応援のほどよろしくお願いします。また撮影会に遊びに来てね。バイバーイ。